今ね、電話で、生前退位に関してね、電話来ました。で、賛成なのか反対なのか。どっちでもいいよね、正直。はい。もう一度聞きましょう。賛成する。反対するという方が2番を。反対する。どちらでも良いという方が3番を。生前退位に関してね、どっちがいいかなってね。アナウンスをもう一度お聞きになる場合。正直、どっちでもいい。だけど、まあ、生きてる限りね、みんなやってきたことだから、今までの天皇が、死ぬまでやってきたんだから、俺は反対。ご回答ありがとうございます。次に、今回ご回答いただいた方の年代を教えてください。はい。10代から40代という方が、以前のご回答者様が男性の方でしたら、1番を。はい。今ね、突然ね、まあ、私、今、自宅に住んでるんですけど、自宅のね、家電鳴ったから出たんですよね。そしたらなんか、なんだ、アナウンスみたいな感じの、で、アンケート取ってたわけよ。で、それで、天皇の生前退位に賛成反対みたいなね、どっちでもいいよみたいな、わかんないっていう、そういうね、アンケートを取っている。ね。で、それで、取って何なのかなって思ったんだけど、まあいいや。とりあえず、受けてみよう。で、なんで、この電話、ね、普通ね、すぐ、めんどくせえ、切っちゃえ、みたいな感じになっちゃうけど、なんで、答えたか。なんかね、景品送ってくれるって言うんだよね。だから、なんかプレゼントくるんだったら、このね、3分とか4分でできるんだったら、やろうかな、みたいなね。ちょっと腹黒いから、もうもう、見た目はね、そんなにね、悪そうなやつじゃないけど、心の中はね、悪いから、ここら辺から黒いからね、やったわけ。で、まあ、皆さんは、天皇の生前退位、賛成反対、どちらでしょうか。まあなんかね、こういうふうにね、意見持つっていうのね、大切でね、なんだろう。なんかね、結構ね、物事を考えない人が最近増えちゃってる。俺も、正直、その一人。で、みんなにはね、ちょっと、物事を考えてね、周りのことに関してアンテナを広げてほしいと思って、俺は動画を撮ってる。で、よくね、本を読んでください。私は、俺は、とか何回か言ってるけど、私は、正直、本を読んでこなかった。なんでかっていうと、俺はプロ野球選手になりたかった。で、野球しかやらなかった。もう全部、野球のために、勉強はやめた。だけど、結局野球選手になれなくて、今更ながら勉強をしてます。はい。皆さん、苦労しないようにね、いろいろ考えて、その場その場ね、できることを全部やりましょう。幅広くアンテナをね、広げて、もうこの情報に限っては、うわーってシャットアウトしないでね。はい。で、今日の動画以上です。ご視聴どうもありがとうございます。ごめんなさいね、いつもはね、どうも、くわみですって感じでね、始めるんだけど、いきなり電話かかってきたから、しょうがなくてね、何もできなかった。準備も何もしない。たまたま取った電話。
まあ、そんな感じの、ちょっと取り留めのない動画です。はい。以上です。はい。Thank you for watching. Please subscribe me. バイバイ。どうも、かみです。よろしくお願いします。ね、さっきね、生前贈与、賛成か反対か、みたいなね、なんか、市民アンケートみたいなね、電話がね、かかってきたんですよ。で、その時は、なんか、文化じゃないや、歴史でずっとやってきたことだから、変えちゃいけないなって思ったんですけど、後々ね、調べてみたら、生前贈与を反対派から賛成派になろうかな、みたいなね。まあ、なんか、結論から言うと、今の天皇の親心かな、みたいなね。自分がすごく大変だった時があって、まあ多分、昭和天皇が死んだ時、やっぱり亡くなった後、葬式とかあるわけですよ。それで、まあ、喪に服す期間とかが、結構長くて、その間仕事しちゃいけないわけじゃないですか。仕事できなくて、それで、仕事溜まって、喪に服す期間が終わった後、すごい山のような仕事をね、処理するわけ。それをね、やるとなると、すごい大変だなって、思ったんじゃないかな。大変だと思う。で、それを息子にね、やらせるっていうのは、親としてあんま良くないなって思ったから、体調のこともあるし、生前贈与じゃないな、最初に言った。生前退位だ。生前退位を、やろう、行った方がいいなっていうふうにね、考えたんじゃないかなって。だから、親心だなって、思いました。で、まあ、調べるとね、いろいろね、意見変わったりね、やっぱりこうだったなっていうことね、あるね。で、まあ、戦国時代より前は、天皇の上に上皇っていうのがあって、別に生前退位が初めて行われるわけじゃないし、まあ、時代に合わせてなんかね、制度とか法律とかも変えていけばいいかな、みたいな風に思いました。まあ、でもやっぱりね、人間ってね、変化っていうのがね、ストレスでね、って、なんかね、変化させるっていうのね、大変っていうかね、できたら避けたいなっていうふうに考えちゃうんですよね。まあでも、まあ良くなる方向に進むんだったらいいのかな、みたいな思いました。はい。で、今日のね、この動画の付け足しは以上。はい。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録ね、下の方あります。あとコメント、グッドボタンね、お待ちしてます。バイバイ。Thank you for watching. バイバイ。